アレクサ、掃除して。今日はですね、いつもとこうやってね、ちょっと違う雰囲気なんですけれども、あるものをね、購入したので皆様にご紹介しようと思います。その購入したものというのはこちらになります。はい、こちらアイロボット社製のルンバ E5 になります。はい、こちらのルンバ E5 なんですけれども、この製品自体ね、そこまでね新しいものではなく、2018年の10月頃に発売したモデルとなっております。実際私も購入してから、しばらく経ちますので、使ってみた感想、またね、この良かった点悪かった点などね、皆様にねお伝えできればと思います。まずね、こちら本体となってます。こういう感じでね、ロボット掃除機特有の丸いフォルムとなってます。次がホームベースですね。が充電器兼、その名の通りホームベースです。あとはこの小物ですね。小物が2つ、バーチャルボールと替えのフィルターです。エアフィルターですね。こちらがね、掃除するときにここに入ってきてほしくない場所とかに設置するセンサーになってます。こちらルンバ E5 にはですね、カメラはついてません。そしたらどうやって掃除すんねんいうことなんですけれども、どこが汚れてるかという簡単なセンサーをついてるみたいです。汚れてるところを自分で探して、そこを重点的に何重も何重もね、繰り返し行くことで部屋をきれいにしてくれます。そしてカメラがついてないので、ここのね、ポンとへこむんですけれども、ここに物が当たると方向修正してくれます。壁であったりとか、置いてるテーブルの足であったりとかがあると、ここに当たることで方向を修正して別のルートをね探して掃除してくれます。段差などがある場合は裏手にセンサーがついてますので、このボディがね落ちることはありません。ただ窓際であった場合に、窓の3のところがまだ陸が続いてると判断して一度落ちそうになったことあるんですが、寸前でちゃんと止まりました。そしてこの裏面ぐるっと回しますと、ここにこのかき集めるブラシがねついてます。これでかき集めて、ここのね吸引口で、吸い込んでいくというような、仕組みになってます。こちらのね、ブラシなんですが、傷んでしまうと家電量販店であったりとかネットで売ってますんでね、自分で交換するような感じになります。そしてね、この特徴的なこのカラフルな緑のブラシなんですが、我が家には動画にも何度か登場してますワンコがね、メイちゃんやアリスというワンコが人気いてますんでね、その子らのね毛をね、これやらよう取ってくれそうな感じやったんで、こちらをね購入したきっかけともなってます。まず、表面にボタンが3つついてます。今ちょっと押したって光ったんですけれども、こちらスタートストップボタン、そして、こちらが、ホームボタンで、これがまた書いておきます。アイロボットというねアプリがありますので、そちらをまずダウンロードしてください。そしてですね、アプリからいろんな設定ができますので、そちらを設定していただいて、スマホの方でスタートストップボタンを操作したり、あとですね、スケジュール管理といいまして、月曜日から金曜日何時までに掃除してくださいようであったりとか、履歴ですね、今日はどれぐらい掃除しました、昨日はどれぐらい掃除しましたという履歴が残って、その日々のね掃除の、状況を確認することができます。Google ホームであったり Amazon Alexa であったりと接続することも可能ですので、そちらも後でね、やってみますので、ね、最後までご覧いただければと思います。ダストボックスがこちらについてるんですけれども、ここにボタンがあります。これをパチンと押すことで簡単に取り外すことができます。こちらのダストボックスなんですが、ここにエアフィルターがついてまして、ゴミが溜まると蓋を開けてパンと中身を捨てるような感じになるんですが、こちらの機種はエアフィルターさえ外してしまえば水洗いすることが可能です。中身ジャーッとね、はい、ここに水大丈夫ですよというマークもちゃんとついてます。以上が簡単なこちらルンバ E5 の説明になります。詳しいことはね、またホームページのリンク貼っておきますので、そちらで確認していただければと思います。家電量販店で購入したんですが、確かね5万円弱で購入したと思います。また詳しくは書いておきます。とかちょっと忘れちゃったんでね。無線の掃除機だと結構最近高いじゃないですか。なのでこのルンバ E5 は、5万円前後ということで結構リーズナブルな価格帯やと思います。それなのに Wi-Fi で操作できたり、水洗いができたりとか、コスパ最強な機種やと思います。照明を1個落としてですね、これでホームベース設定ですね。
このバーチャルウォールの方を下にして、このね飾り台が、ゴンゴン当たると倒れちゃうんで、この下に配置します。はい、まずはここのボタン、物理ボタンですね。ここのボタンをで、もう一度押すとストップです。戻るときはこのホームボタンを押します。これで充電開始になりますね。はい、次はこのアプリを使って、またこれでストップ。ストップするとこのように再開ホームに送るっていうボタンが出てくるんで、このホームに送ろう。これが2つ目の方法ですね、アプリで操作。3つ目の方法がこいつ、このエコードットがあるんですけれども、アレクサ掃除して。アレクサストップ。おそらくね、この 6畳ぐらいの部屋でも、全部終わるまで待ってると10分ぐらいかかっちゃうんで、スポットで掃除してみました。設置してましたね、このバーチャルウォールなんですけれども、的にこのライン上、上にスイッチ入れると直線的にセンサーが飛びまして、これ以上こっちからルンバが来てたら、これ以上進まなくてぐっと戻っていくというような感じになります。そしてこの下にポチってすると、ここの真ん中の線からこう全体を囲むようなバリアみたいな感じかなになって、ルンバが来てもこれ以上来ない来ない、こっちも来ない、こっちも来れないっていう感じになります。これがバーチャルウォールの機能となっています。それとあとスマートスピーカーでの操作なんですが、止めたこと今までなかったんで、止め方またね調べときます。そして最後に良かった点、家事がね大幅に楽になりました。やっぱりね、食洗機と一緒で自動で何かをやってくれるというのは非常に助かります。この値段でこれだけやってくれるんであれば非常に良かったです。だから良かった点っていうのはぐるっともう総評してだいぶ良かったです。そうですね、やっぱりねちょっと大きいんですよね。海外製のロボット掃除機っていうのは少し大きめになってまして、我が部屋のように、僕の荷物が大量にあるんですけれども、この撮影機材とかあるところには一度片付けてからじゃないと能力をね全て発揮することができないので、片付けるんやったら自分で掃除機かけた方が早いんじゃないかって思われる方いらっしゃるかもしれませんが、それでも全然いいですこっちの方が。だからちょっと大きいっていうところだけですかね。というわけでですね、もし、ロボット掃除機の購入迷ってる方いらっしゃいましたら、迷わず私はこのルンバ E5 をおすすめさせていただきます。かなりね優秀な方やと思いますのでね、悩んでる方は検討してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで本日の動画は、以上となります。この動画役に立ちそう、面白くはなかったかな、役に立ちそうだったらグッドボタン、またねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴーモビーゴーでした。グッバー。